はい、ストックインアメリカです。今日作るのはコンビニ風肉まん。寒い季節に学校帰りなどに食べるコンビニの肉まんって心も体も温まって美味しいですよね。でもここはアメリカ、コンビニ肉まんは売っていないので、学校帰りのうちの子たちのために自宅でコンビニ風肉まんを作ってみました。うちの子曰くコンビニの肉まんと同じ味って言ってもらえたので、皆さんもぜひ作ってみてください。もしよかったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。はじめに肉まんの生地から作ります。大きめのボウルに中力粉 250g、 砂糖大さじ2と1/2、ドライイースト小さじ1、ベーキングパウダー小さじ2、塩小さじ1/4を入れ軽く混ぜます。そこへ人肌に温めた牛乳 140ml、 油大さじ1杯を入れ、水分が粉全体に行き渡るように混ぜます。手で5分ほどこねていきます。手のこの部分を使って生地を前に滑らせるような感じでこねましょう。こねているうちに生地が滑らかになり、少し柔らかくなったように感じたら、軽く生地を丸め、ボウルの中に入れ、ラップをして約30分発酵させます。種を作ります。はじめに干し椎茸をお湯で戻します。玉ねぎ1/4はみじん切りにします。柔らかくなったしいたけの水を絞り、柄を切りみじん切りにします。戻し汁は後で使うので取っておきましょう。中火に熱したフライパンに油を入れ、玉ねぎと椎茸を入れ、しんなりするまで炒めます。そこへ2センチ角の生姜をすり入れます。豚ひき肉約 200g を入れ、火を通します。肉に大体火が通ったら、砂糖大さじ1、
醤油大さじ2、鶏ガラスープ小さじ1、塩小さじ1/4、水 100ml を入れ、水分が半分になるまで煮詰めます。コーンスターチ大さじ1に先ほど取っておいた干し椎茸の戻し汁を大さじ2杯入れ、よく混ぜフライパンに回し入れ、とろみをつけます。とろみがついたら火から下ろし、よく冷ましておきましょう。生地が2倍に膨らんだら、少し打ち粉をし、生地を6等分に丸めます。生地が乾燥しないようにボウルをかぶせ15分休ませます。先ほど種を作った時、最後にごま油を入れ忘れてしまったので、小さじ1杯のごま油を入れました。生地を伸ばし、種をくるんでいきましょう。はじめに生地を10センチほどに伸ばしていきます。次に生地の外側だけを伸ばし、中央は厚め、外側は薄めになるように伸ばしていきます。山盛り大さじ1杯の種を中央に置き、種をくるみ、中央でしっかりと閉じます。8センチ角に切ったオーブンペーパーの上にのせ、生地が乾かないようにして温かいところで30分発酵させます。大きい鍋に水を3センチの高さまで入れ、小さいタオル、耐熱ボウル、平たいお皿の順に鍋に入れ、簡易的蒸し器の出来上がり。あとは強火にかけて沸騰するのを待ちます。お湯が沸騰したら肉まんを入れ、弱火から中火の火にし、10分から12分蒸します。ふかふかの肉まんの出来上がり。